どうも皆さん、こんにちは。星です。今日はね、軽いチップス的な、動画を撮っていきたいなと思います。皆さんよく使ってらっしゃるスマホの LINE、LINE に新しい機能が追加されてたので、こちらについて説明していきたいなと思います。LINE で、Keep メモっていう機能が追加されました。で、こちら何なのかっていうと、LINE Keep っていう機能と、一人グループっていうのが、まあ、合体した、Keep メモという機能がね、7月8日なんで昨日か、追加されてました。でね、なんだこれと思ってちょっと調べたり使ったりしたので、話していきます。でまず、LINE Keep、知ってましたか？知ってた？俺ね、全く知りませんでした。こんな機能があるなんてっていうね。結構便利っぽいですね。LINE Keep で YouTube 検索するとたくさん動画出てきました。なんか ToDo に使うとか、なんかいろいろね、勝間和代さんとかも動画出してたりとかしててっていう感じだったので、ぜひねチェックしてみてください。こっちまで説明しちゃうと、すごい時間がかかっちゃうので、まず LINE Keep っていう機能ね。で今までは、LINE のホームタブの名前の右横のにまるでキープっていうね、ボタンがあって、そこから、LINE キープに行けました。もう本当に LINE の中で一番見ねえんじゃねえかここっていう場所にありました。で、まず一つが LINE キープで、次、一人グループ、これは皆さん使ってたと思います。僕もめちゃくちゃ使ってました。自分だけ追加したグループを作ると、トークルームに自分だけしかいないから、そこに文章とかね、何送っても人に見られることなく、ポン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 、クラウド上というかネット上に保存できるので、もう僕は本当に、仕事を教わったね、あの人の名前とかそういうのをこう、僕名前すぐ覚えられないので、ポン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 メモマ、どん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 メモしてました。そういう使い方は多分皆さんしたことあると思います。でメモとかね、トゥードゥとか、今日帰りに何々買って帰るとかさ、そういうのを、まあ、やられてたと思うんですけど、まあ、ただのトークルームなんで、検索とかはできても、まあ、古いものはどんどん流れていっちゃうし、見づらくなっていってしまうじゃないですか。だからね、この、LINE Keep。LINE Keep っていうのはなんか、いろいろな、こう、メモやら、画像やら、動画やら、ファイルやらを、こう、保存しておく機能なんですけど、ネット上にね。それと、トークルームっぽいキープメモ、が一緒になることですごい便利そうですね。ちょっと調べてみたんですけど。で、キープメモの使い方です。じゃあ、こちらに僕の iPhone の画面出します。はい。で、キープメモっていうトークルームができてます。普通の友達の中に1個キープメモっていう部屋があるので、で今そこに入った状態です。で昨日ね、7月8日、あなただけが見ることができるトークルームです。メモ代わりにテキストや写真、動画、リンクなどを送信してみましょうということで、ここはもう自分しか見えないので、自由に送ってくださいということですね。で、使い方って、まあ、超簡単なんですけど、もう普通に LINE、 友達に送る LINE のように適当にガン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 メモを送るのみでございます。そうすると勝手に LINE Keep の方でソートされて整理されていくっていう感じですね。なので僕は上から行くと、まずテキスト、普通に文章をテストって送りました。で、2番目、昨日出した YouTube のリンクを送ってみました。そうするとね、ちゃんと下にサムネとかタイトルまで勝手に出てくる、まあ LINE っぽい感じですよね。で写真を2つほど、プロテインの写真と美味しかった、小豆もなかの写真2つで、あと動画、iPad のやつの動画を軽く15秒の動画を送りました。あとファイルを送りたかったんで、これがまあベージャングルのね、進行表ですね。まあパソコンに入ってたやつをポッて送りました。で、これ一番下は、ネットのニュースをコピペして送ったんで、まあ上の テストと一緒ですね。こんな感じで、思いついたものとか、
覚えておきたいもの、メモしたいもの、気に入った写真とかね、をガン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 このキープメモっていうトークルームに送るのみで大丈夫です。そしたら、これがどうなっていくかっていうと、この右上のここ3つ並んでると思うんですけど、この真ん中旗みたいな布がピローンってこういうこういうとこねをタップすると、デレン LINE キープに、移ります。そうするとすごいのが、送った内容がね全部種類ごとに、分かれております。ここは今すべてのタブなんで、今送ったテスト、動画、進行表、あとニュースのメモ、写真2枚と、YouTube のリンク全部ね並んでるんですけど、これを横にスワイプしていくとすごいのが、はい、こちら写真にすると写真だけになってます。で、動画にすれば動画だけになってる。で、リンク、これね、この種類全部送ったんですよ。リンクは YouTube のリンクとかね。で、テキストはまあテストってやったやつと、ニュースサイトのコピペで、ファイルが、進行表っていう感じで、ファイル、テキスト、リンク、動画、写真っていう感じで勝手に相当されます。ここがねすごいいいよね。で、さらに相当した中から、この上コレクションっていうのに追加できます。コレクションの例えばお気に入り、まあこれでフォルダ分けできる感じなんですよね。だからお気に入りをタップして、今何にも入ってないのでアイテムを追加タップして、例えばお気に入り、このリンクと写真2枚、この3つを作成にするとお気に入りの中に、こういう感じで3つ保存されました。お気に入りをタップするだけでもうこの状態になってます。で、この横の右横のプラスボタンを押すと、このお気に入りコレクションのフォルダをどんどん作れるので、例えばですけどプラスして購入品で作成する、そしたらアイテムを追加で、まあこのプロテインと小豆もなかで作成すると、このキープの中から購入品だけを見ることができます。ただ写真と動画が別でも、こっち下のね部分でまとめられると写真と動画は別になっちゃうんですけど、この購入品のとこに写真と動画一緒に入れちゃえば一つにまとまります。あとは、まあ、YouTube を見返すときに簡単にできるようにまた一個プラスして、 YouTube リンクで作成するとアイテム追加でリンクを入れとくみたいな。そうするだけでもう、ここに来たらパッと購入品だったりとか YouTube のリンクを、これがたくさんあったらねもっと見やすくなると思うのでっていう感じで、どん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 自分が送ったメモを簡単に整理できます。メモってね、やっぱどん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 書いてポン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 追加していくことが大事だと思うから、こんなになんか整理する必要もないんですけど、こうやってね種類ごとに分かれてくれれば。でも、まあ忘れたくないメモとか、トゥードゥとかでね、クリアするまでは、上の方に置いておきたいっていうのがあったら、例えば、このザバスを、上の方に置いていきたい場合は、この右上の3つ点点点をタップして、ピン止めっていうところをタップすると、なんと、ピンが打たれて、こう、このようにね、上部に固定されます。で、これね、他も何個でもできるよね。だからこの2つだけは絶対に下に流れないようにできたと。で、まあ解決したらピン止めを解除。ピン止めを解除。で、元に戻りますということで、なかなか便利ですよね。これだけの機能が使えれば、まあ、メモとしては十分かなっていう感じです。で、ネットニュースに書いてあったんですけど、テキストや画像、動画に加え、ボイスメモなど音声データ、PDF ファイルも保存できる。送信内容は LINE のクラウドストレージにも1週間保存されるっていうことなので、1週間でね、
もしかしたらなくなっちゃうんですよね。僕もまだ使ってないのでよくわかんないんですけど。だけど書いてあったのは、この3個を点点点タップして、コレクションに追加とかね、するだけで、無期限で保存できるようになる的なことが書いてあったので、そちらはちょっと試してみてほしいです。でこのキープメモね、メモとしては十分なので、僕だったら、エバーノートの下書きみたいな感じで使いたいと思います。僕もともとメモまで、なんかネットを見ててスクショとか気に入った写真とか全部エバーノートにボンボン上げてるんですよね。だけどやっぱエバーノートに打つのって、まあ、エバーノート開いてノートを作成してっていうちょっとね若干やっぱり手間があるんですけど、 LINE でねもう簡単にこう送れるから、ノート分けずしてもこのトークルームにどん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 もう送っちゃえば送信したところでこうやって文が分かれていくので、送りやすいんですよね。だからエバーノートの仕書きとしてもうボン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 ただただこう文章をぶち込んでいくみたいな感じの使い方が便利なのかなって思いましたっていう感じですね。今日はそんな感じにしときます。LINE キープ自体、全然知らなかったので、ぜひね、詳しい人とか、僕はこういう使い方してますよって人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。今日はそんな感じで、LINE に新しい機能、LINE キープと同期したトークルーム、キープメモのご紹介でございました。もうこのキープメモに送れば、LINE キープに保存したのと同じになるので、すごく便利だと思いました。ぜひ、気になってくれた方、高評価とチャンネル登録お願いします。今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。